皆さんこんにちは。こんにちは。山本先生こんにちは。こんにちは。なんかちょっとね、喉にポリープができてしまいました。はい。はい。はい、先生、スピリチュアルジャーニー佐賀なんですが、はい、先生は佐賀というとどんなイメージがありますか？うん、花輪さん。なるほど。そっか。はい、SAGA 佐賀。松井さん。あ、松井康子さん。うん、おあ、佐賀の方でしたっけ。うん、そうですか。うん、じゃなくて、はい、あのエネルギーというか、はい、そうですね、エネルギーはね、活発なんですよ、佐賀のエネルギーって。でもね、活発なんだけど、ね、これ変な意味で捉えてほしくないんですけど、完成した都会の活発さっていう言い方があった時に、まだ未完成の都会が決していいって話じゃなくって、その都会を一つこう活発化したシンボルとするならば、未完成の底に向かって伸びしろのあるエネルギーという、ちょっと変な言い方が聞こえるかもしれないですけど、佐賀のエネルギーって僕にとってはそうなんですね。うーん、はい、佐賀には、うん、もちろんどこにも、ね、いると思うんですけど、はい、どのようなスピリットを感じますか？うん、例えば竜とか、うん、例えばあのネイチャースピリットって言って、こう自然の、まあ、自然霊ですよね、のエネルギーが佐賀は強いですね。うん、なのでちょっとね、例えば沖縄なんかに行ったことがある人って、ガジュマルの木とかって知ってると思うんですけど、ガジュマルのこう精霊とかガジュマルの精とかって言って、あのよくこうそうね、絵に描かれたりするのを見たことがあるかもしれないんですけど、あんな姿ちょっとこう調べてみると、なんとなくスケッチみたいなのが出てくるかもしれないけど、あんな容姿の、まあ、それもいわゆる自然霊、あのネイチャースピリットなんですけど、が結構ね、そこかしこにこういるという印象なんですよね。うん、実はね、ここカットになるかもしれないし、はい、流してもいかないかもしれないんですけど、うん、あの佐賀には、はい、日本三大お稲荷さんがいらっしゃるようで、うん、はい、実は私は行ったことがあるんですけど、うん、行った時はお稲荷さんっていうよりは、うん、はい、なんか鳳凰のような、うん、はあはあ、赤いような感じだったんですけど、うんうん、先生はこう、うん、イメージとしてはどんなイメージを持たれますか？そうですね、まあ、鳳凰にしても、そしてお稲荷にしても、いわゆる自然霊なんですね。うん、なのでやっぱりそこはネイチャースピリットっていう、でいて、その鳳凰とかっていう言い方をするだとするならば、佐賀はやっぱり竜神とかっていうエネルギーよりも、そういったそういう意味でのこう自然でね、ネイチャースピリット、鳳凰も含めた、まあ、そういう方の方がより強く確かに感じますね。うん、なるほど。うん、いや、これあのお稲荷さんっていうと、なんとなく怖いっていうね。そうですね、イメージに持たれる方ね、うん、多いかもしれません。はい、ただもうそこは、うん、地元の人によれば、うん、あそこに行くときは、うん、正しい心で行かねばという、はい、もう伝承があるくらいパワーが強いと、うんうんうん、横島な気持ちで行くとみたいな、はい、ただもうそこまで知らなくて行った私は、うんうん、本当にここは何だろう、天界かみたいな、うん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 、先生、お稲荷さんが一日怖いというわけではないんですよね。違います。はい、ただね、もう一つ、意識を向けると、なんだろうな、どの宗派の僧侶なんだろう、多分有名な名のあるという表現がいいのかな、そういう宗派の僧侶のエネルギーをすごく感じます。うん、そうなんですね。うん、そうなんです。はい、うん、そう、とにかく僧侶がね、一人出てくるんですよね。へえ、うん、まあ、これはね、ネイチャースピリットとかそういうのではないですけど、はい、うん、もしね、あの、ま、ぜひちょっと行かせていただきたいなと思ってるんですけれども、うん、はい、山は登りません。そうですね、このお山に関わる方かもしれないですけど、ね、そうですね、はい、うん、もう山岳の修行の場なので、うん、はい、うん、そうかもしれないですね。はい、はい、そしてあの実はですね、うん、2日のうち1日は草場さんという方とコラボをするわけですが、
先生はどのような印象を持たれていますか？うんうん、僕は草野さんの絵はね、もうすごい好きで、こう凛として、ね、描かれるその神々のお姿もこう凛としていてね、ほいでクリアで、まさにこう今まで動いていた様の一瞬を切り取ったみたいな、なんかね、そういう印象なんですよね、絵の印象が。なのですごく生き生きしてると言ったらいいのかな、はい。なので一度ね、こうしっかりとこう作品を見てみたいなっていうふうに思ってたんですよね、はい。なるほど、うん、生々しいんですね。そうですね、生き生きしているという言い方でいいのかな、はい。そうするとちゃんとこうそこに魂とか持ってる感じですか？うん、そうですよね、意識が乗ってるっていう表現の方がいいのかな。そんな感じです。なるほど、はい、なるほど、うん。このコラボって、はい、普段の並木さんだけには出ない何かが生まれ出る瞬間でもありますよね。そうそう、シナジーなんですよね。だから一緒にやる方とのシナジーなので、言い方を変えるとこう何が引き出されるか分かんないみたいな面白さがあると思います、コラボはね、はい。並木先生とお仕事を、ね、はい、させてもらっていつも思うのが、はい、開けてびっくりたまたまこう、はい、それこそ始まる5分前と違うよ内容ってね、はい、ありますね、いい意味でね、はい、もう本当に本番にめちゃくちゃ強い方なので、うん、私本番に強いんでそうですよね、私失敗しませんので、私失敗しないので、はい、はい、では皆さんのスピリチュアルジャーニー、はい、佐賀でもお会いしましょうね。はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。